こんにちは、翔太です。今回はブラウザ版の1週間分の更新情報を見ていこうと思います。まずは木曜日の更新で、小石パック来ていたみたいです。ラッキー割引今来ているんじゃないかと思うので、欲しいアイテムが出た方は課金ください。で、猫コインパックも来ているんで、猫コインパックショーはですね、毎日課金おすすめです。スイート強制来ているんで、まあ、SR のキャラクター欲しい方は1200円課金5日間してもらうといいと思います。ラッキー割引来ているんで、まあ、欲しいアイテムが出たら課金いただくといいと思います。猫の遊ぶ版来ているので、こちらは猫インパクションをですね、まあ、毎日課金しながら、貯めていってもらうのがいいと思います。副賞セレクトとしては、源のようにですね、大鬼神、楽器、李牧、水鏡となっています。で、本日の更新となるんですけど、絆と腹の水引き、どっちも販売するという風な感じです。で、ハッピーギフト来ます。こちらは480円で、原宝202時間戦闘券2枚、新書交換券3枚が7日間毎日もらえるので、まあ、ちょっと高い気持ちもあるんですけど、課金できる方にはおすすめです。で、群雄と渓谷のアップデートが出ます。これはまあ天下ですね。同じようなものになっていて、まあ、アイコンが表示できるようになったり、リアルタイムでどこの城がどういう状態かっていうのを、右側の部分でですね、確認できるようになります。知恵袋ですね、公開のお知らせが来ています。こちらチャットアイコンの左下にですね、出るらしいんですけど、まあ、いわゆる知恵袋みたいな使い方ができるみたいです。ヘルプ集もこれ実装されるみたいです。これまではですね、ちょっとヘルプが点々としていたので、まあ、集約されるという風な感じです。スタンプがアニメーション化されるみたいなので、まあ、ちょっとこのスタンプが、ちっこいのとでかいのどっちのことを言ってるのかわかんないですけど、まあ、生き生きとポップなスタンプ楽しみにしていようと思います。扇図鑑のアップデートも来るんで、こちらですね。まあ見やすくなるんじゃないかなと思うので明日楽しみにしていようと思います。で、統合が、サーバー統合ですね、やってるみたいです。アプリ版はもうすっかり終わりましたけどね、5年前はそれこそやってましたけど、ちょっと今はやってないです。で、結構ですね、6サーバー一気に統合するんですね。私アプリ版でも2サーバー3サバとかあったのかな。私は2サバ合併までしか知らないんですけど、 6個も一気に統合されるんですね。まあ、統合のサーバーにはですね、原宝3000、10時間戦闘券5枚、解明カード。これですね、統合されると、後ろにですね、例えば、まあ、1番目のサーバーだったとするとですね、統合されると自分の名前の後ろにですね、1って鍵括弧でつくんですね。まあ、なので、まあ、そうなってくると、その、まあ、鍵括弧1を消したいとなった時に300元宝必要じゃないかってなるんですけど、まあ、その、まあ、統合っていう運営の、運営側の、まあ、運営側が勝手にですね、統合してきて、まあ、名前が変わったっていうところで、解明カードは1枚もらえます。で、UR 結晶と、軍の宝箱10個、ラッキースター券10個という感じです。統合後もログインチャージ方法の変更はないと。元のサーバーにログインするとですね、自動的に統合サーバーにログインできます。あ、そうですね。統合キャラ名の後ろにサーバー名が追加されるので、解明カードを表示し、利用して変更できます。統合後、同盟情報や同盟戦、非属団討伐情報がリセットされると。で、同盟自体も解明機能が追加されます。っていうのは、まあ、同じ名前の人であったり、同盟が、まあ、追加されるとややこしいんで、まあ、そういった配慮ですね。統合後、銅貨の購入回数、ブロックリスト、渓谷の戦い、長女の調教の情報がリセットされる。なんかよくわかんないですけど、リセットされるみたいです。で、闘技場の全ランキングデータは再集計されて、3000位以下のランキングデータはすべてリセット。統合後、姫プレイの全ランキングデータは統合後に再集計。皇室の陰謀に関してはデータリセット。ユーザーコインの所持数は保持。統合後、群雄走破、次回シーズンの開催まで情報確認できない。右受け取りの群雄走破の情報はリセット。あ、報酬はリセット。統合後もマルチフレンドのデータは保持。統合後も新規キャラクターを作成できるようになる。これはですね、例えば、まあ、1サーバー目と2サーバー目が、統合されるとするとですね、まあ、1でキャラクターを作っても、2でキャラクターを作ってもですね、
まあ、違うな、ちょっと言い方がおかしいな。1で作ったキャラクターと2で作ったキャラクターは別々のキャラクターとなるので、まあ、1つの端末で、まあ、メインアカウントとサブアカウントを、まあ、同じ、サーバー内に作ることができるというふうなものになります。で、サーバーの再起動としては16時から18時、あ、来週ですね、来週の月曜日の16時から18時10分となっているので、忘れないようにしてください。まあ、これはですね、ちょっと当事者になると結構ですね思うところはあるんですけど、まあ、ちょっとサーバーはなんやかんや活性化すると思うので、まあ楽しみにしてもらえばいいんじゃないかなとは思います。で、ガチャ回数のリセットですね、まあ、いろんなガチャがですね、0時まで、0時にリセットされるようになって、これで大体ですね、あの0時に、リセットされるようになったというふうな感じです。で、トリスさんが来ます。まあ、このキャラクターもちょっと、まあ、来た時は結構強いなと思ったんですけど、もう今となってはですね、まあ、タワラトータの方が圧倒的に強いと思いますし、まあ各巨栄もですね、なんやかんや弓所の中ではナンバー2だなというふうに思っているので、このキャラクターを優先して取る必要っていうのはないのかなと思います。以上ですね、こちらはまあ統合がメインだったのかなというふうに思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。